北方領土の日の今日、安倍総理大臣は領土の返還を求める全国大会に出席し、早急に領土問題の解決を図らなければならないと強い決意を示しました。今年は戦後70年の節目の年にあたり、元島民の皆様がご高齢となられ、早急に北方領土問題の解決を図らなければならないことを肝に銘じて、 さらに安倍総理は日露間で平和条約が締結されていないことは異常であると言わざるを得ないと述べた上でロシアのプーチン大統領の来日を年内に準備していることも併わせて強調し交渉進展に向け一層努力する姿勢を示しました。